皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2019年公開の、スター・ウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。現代、スター・ウォーズ、ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー。監督は J.J. エイブラムス。脚本は J.J. エイブラムスとクリステリオ。主な出演は、アダム・ドライバー、デイジー・リドリー、ジョン・ボイエガ、オスカー・アイザックなど。ファーストオーダーの最高指導者となったカイロ・レンは、銀河の未知の領域にある惑星エクセゴルで、かつての皇帝パルパティーンの秘密を目の当たりにする。一方、レイヤ・オーガナ将軍の下でジェダイの修行を積んでいたレイは、スパイからもたらされたパルパティーンが生きているという情報の真意を探るため、仲間と共に惑星カサーナへと向かう。というストーリー。新三部作の第3弾にして、スター・ウォーズ・サーガの第9章。本作で1977年以降、旧作品を通して語られてきたスカイウォーカー家の物語が完結。内容が盛りだくさんでかなり駆け足で話が進むので、もう少し動と静のメリハリが欲しかった。全体としてのレベルは高いが、逆に目立って良かった点が浮かばないのは残念。新三部作の完結編としては十分に楽しめたが、旧部作の完結編としては微妙。ということで、評価は。サムさん。